はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日はね、十五夜なんですって。十五夜でうさぎなんですけど、私もうさぎなんですけど、はい、お団子食べたいなーなんて、みたらし団子でもいいんだけど食べたいなーって思ってます。ね、今日天気がいいのかな。だからお月様をよく見れるんではないかなと思っています。はい、もう総裁選がね、間近になってるんですけども、この選挙のシステムがね、ちょっとね、やっぱりもうそろそろね、改定してもいいんじゃないかなって思ってます。うん、国民の意思が通じてないっていう感じがしますね。はい。で、まあこの投票に関してもですね、クリアじゃないっていうか、そんな感じを受けます。うん。で、まあちょっとね、立候補者4名の方、日曜日の日ですね、お話をされてるのをちょっと聞かせていただきました。ねえ、ちょっとね、まあいいことをね、おっしゃると思うんですけどもね。まあ、ちょっとね、気になったのがね、どうしても私がで、ね、納得いかないのが、マルシなんですけども、まあ、日本、弟さんが、日本、〇〇っていう国の代表をされていて、お父様がその会社の大株主みたいなんですね。で、まあちょっと、この間の熱海の事故とかもあったんですけど、まあ私のね、家の近くもちょっとこの間動画上げたと思うんですけど、結構ね、田舎なところと都会なところが併せ持ったようなところなんですけど、ソーラーパネルいっぱいで立ってるんですよ、本当に。で、山も結構切り崩したりとかしてね、あと土地いっぱいあるので、うち田舎なので、ね、そういうところにもいっぱいソーラーパネルね、車で走ればね、お客さんいるとこ行くところにでもね、結構ね、いっぱいありますね。で、やっぱりそういう、やっぱり木々を、森林を切り崩したりとか、そういうところでこうソーラーパネルを立てることが本当に自然に優しいのかななんて考えさせられます。まあね、こういう日本まるまるっていうのはね、ウイグルの方で、いろんなところを作っと、それ作って、まあ今回ね、そう、彼がね、総裁になった場合には、そうですね、今、スーパーのレジ袋とかね、されてる方ともね、がっちりタッグを組んでですね、動かれるんではないかなと思っています。本当にこう、やっぱりこの国民の声が響くような、ね、選挙であってほしいなと思っています。あと、三浦春馬さんの、セカンドシングルですね。はい。もうノリに乗ってまして。もう本当に再生回数が多くて、すごい頑張ってます。私、ファーストシングルすごい好きなんですよね。なんかほら、元気が出るじゃないですか。なんか応援歌にしてもいいんじゃないかなっていう感じがしますけどね。もう今日もね、一日天気がいいみたいなので、頑張っていきましょう。
ご視聴いただきましてありがとうございます。また遊びに来てください。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。いちごうさぎチャンネルのツイッターもやってますので、ぜひともそちらもフォローお願いします。ではまた失礼します。